部のラジカセ。さあ、お届けした曲「ポリス」ね、見つめていたい、送り出しました。今日は警察のエピソードということなんですけども、いろいろあるけどもいろいろあっちゃいけないかいや、私の場合はなんだろうな、まず昔まだ10代の頃、10代っつっても10代も19、20歳になるギリギリの頃、ちょっとタバコ吸っちゃってさで車運転してて、でカヘイの高速道路のカヘイの、まあ、この辺の人は分かると思うんですけど、カヘイの下のね、高速道路の下のところで検問やってて、はあってこう、何の検問って結局は飲酒だったんだけども、バッて止められてタバコ消してさ、それで飲酒の検問なんですけど飲んでませんかっつって、こうなんだっけ、検査するやつ、マイクみたいの突きつけられて、飲んでませんか、吸ってませんってもうね、お酒なんかさらさら飲んでやしないけど、もう20歳になるちょっと前なんだけど、これタバコ吸っちゃった、これまずいって思いながらいたので、吸ってませんこれね、もう本当に恥ずかしいったらありゃしないよね。ね、それがちょっと軽いやつね。あとはね、そうですね、うちのご主人はあまりそういうこと珍しくというか、思ったほどそういうことがなくて、まあ、父はパスでそれはね、母なんですけども、母はね、なんだ、家族で警察にお世話になってるなってそういうわけじゃないんだけど、母はね、ある時に全然自分は意識してなくて、これはもう本当にね、選挙違反ですよ。知り合い、お店をやってた時に知り合いのお店の方が、今日開店だったか何周年だったかって言って行って、母がいたんじゃなくて、うちのお店の女性が、働いてた女性が、お祝い金を持って行ったんですね。お祝いを包んで行って、母から預かって行ったんですけども、でそこで、お返しをいただいて帰ってきたんですよ。よくあるなんかね、まあ、包みのさ、お祝いのお返しいただいて帰ってきたところに、なぜかよくわかんないけど靴下が入ってたらしいの。手提げだから、別にほらお茶だのね、お菓子だのだろうから、母も気にしないで、そのまんま手提げのまんま、紙袋のまんまほったらかしにしといたんですけどもほったらかしにしちゃいけないんだけど、ほったらかしにしといたら、次の日の朝、自宅の方にパトカーが来ましてそれでゴンゴンゴン、朝からゴンゴンゴンって、うちの幸子ってね、笠井幸子さん、え、私ってじゃあ他に誰なんだよって話なんですけど、私とか言って、でじゃあ北千住警察ですけどって言われて、車でじゃあ逮捕じゃないけども、ちょっとご同行願いたいっていうことで、いやパトカー、どうせお店だから千住には行くから、うちの車で行きますから、人間も隠れもしないからパトカーじゃ乗りませんよって言いながら、まあ、後ろにね、うちの車が前へ走って、後ろにパトカーがついて行ったんですね。したらなぜかわかんないけども、偶然なんだよね。うちその時白いマジェスタに乗っていて、ちょうど同じ車種の車がヒュッてこう、パトカーとうちの車の間にヒュッて入っちゃった。そうしたらその車にパトカーがついてっちゃって、うちの車が逃げたような状態になってしまって、もうそのままうちはね、逃げも隠れもしない千住警察行ったら、おまわりさんたちが慌ててパトカーでバタバタって後から来て、バタ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 っていう騒ぎがありましたそんなことがありましたね。あとはね、まあ後で話せたら、そんな感じです。うちはそんな感じですね大したことはない、うん、それより今日ね、眼鏡忘れちゃって、ちょっとねなかなか厳しいんですけども、無線や福ちゃん警察のエピソードいきなり入りますミカポパイさん、リスナーの皆様こんにちは。昔牛乳屋の息子、うん、今保険屋と無線屋の福ちゃんですそうなんだ。数年前、まだ社長かっこ娘、うちが小僧つってるようなもんだよね、社長ね、社長娘さんが保育園の頃、保護者会の会長をしておりまして、親父たちを集めて忘年会をしました。あまりにも楽しいお酒の席で、まるでミネラルウォーターを飲む勢いでビールやら焼酎やら爆飲みしてしまいましたしょうがね、2軒目ファミレスで人数分ワインをデキャンターを頼み、これもブドウジュースを飲んでる感覚でいっちゃいました。帰り途中までみんなで帰りましたが、1人減り2人減り、最後オイラ1人。あまりにも眠たくてどこかの店先で寝ちゃいましたそうな12月の後半誰かオイラが潰れてるのを通報したようで、パトカーが到着。いろいろ職質されたけど、免許証だけ出してまた寝たみたい。しょうが免許出して寝た、仕方なくと思いますが、警察の皆さんでオイラを担いでパトカーに乗せて自宅まで送ってくれたそうです。普通なら警察ホテルのスイートルームで宿泊だと思いますが、自宅到着時、警察官に怒られ、酔っ払って字が書けないから親が代わりにしましょう、その場で書いて一件落着字が書けない。その数日後に、自己処理で行った現場に同じ警察官がいて、また怒られましたとさ。めでたしめでたし、めでたしくないめでたくないまだまだあるので第2弾はいつやりますかだって福ちゃんありがとうございます。福ちゃんありそうだよね。いやー、でもお酒で警察っていうのは結構ありますね、うん、私ないよ、私は、うん、知り合いでいましたけどね。知り合いでやっぱり何人かいるね、お酒でどうのこうのって警察にお世話になったっていうのはいますね。いやー、まあ、しょうがないよね。もう一人、これはファックス、ミカポ部長、軽音部員の皆様、明けましておめでとうございます日の出の絵描いてラビさんじゃないですよって言ってるぞラビさんいいのか、部員番号4番、市川暮らし課題、警察エピソード。大学時代、コピー屋さんで広告のためのポスター貼りのバイトをしてました、うん、都内各所や川崎、横浜、小岩などを回るのですが、交通費支給日給5000円、実務時間約30分なので、割がよく4年間続けてました。これは割がいいね。大学卒業間近の3月、横浜で仕事をしていて、最後の1枚を貼り終わったところで目の前に2人組のおまわりさんが、そのまま駅前の交番まで連行され、狭い密室の中で取り調べを受けました、うん、お金をもらうと罪になる、あ、そうか、そうだ、ポスターねと聞いてたので、コピー屋を経営する友人のために善意でポスターを貼ってました。お金はもらってませんの一点張りで貫き通しました書類にいっぱい指紋を押させられて、ようやく釈放。就職も控えていたので、そのままバイトは辞めました。カツ丼食べれると少し期待していたのですが、カツ丼は出ませんでしたまあこのくらいの軽犯罪のやつにはカツ丼は出ないよっていうか、犯罪になってないんじゃないのこれね。え任意同行なだけじゃないな、善意でポスターを、お金はもらってないっていうことで、お金もらってないって言ってるからカツ丼が出なかったんだよそんなことないかねえ、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます、スパイダー。ミカちゃん部長、部員の皆様、明けましておめでとうございます。2020年初めての部活を楽しみにしていたしおちゃんです。しおちゃんです、ありがとうございます。世の中は年初早々、中東やらオーストラリアやらあー、そうだよね、もろもろ不穏な感じですが、明るく楽しくやっていきたいですね。うん、警察といえば幸運にもお世話になったことがございません。しおちゃんはなさそうだよね。中学時代に実家に空き巣が入った時に鑑識の人々が来て、指紋を採取するための銀粉だらけになったこととか、あ、そう。自宅マンションの駐輪場から自転車を盗まれたことがあり、現場検証に来てもらったり、あと、うん、一度だけすごく腹立たしい思いをしたのは、美容室に行こうと都内とつながっている橋を自転車で移動していたら、警察官に呼び止められ、うん、自転車の登録云々を聞かれた時、あてくしの自転車、某店の自転車のインターネット店で購入したヤマハの電動アシスト自転車なんですよ。うん、でインターネット店は大阪にあるらしく、宮古島警察の登録になっていて、その確認を取るまでの時間が長いこと。ああ、自転車泥棒と間違えられたってやつね。そのついでに職質はされるわもう最悪でした。おまけに美容室に電話して遅れる旨を伝えたら、警察官の一人に「うちの母は自分で染めてますけどね」とか言われる始末。あ、ムカつく。これなんだそれ、んなもん知るかでございます本当だよね。あてくしのような清く正しい奥様の時間を無駄にするんじゃなくて、ヘッドホンつけて自転車乗ってるやつやスマホ見ながらフラフラ乗ってるやつらを捕まえろっつのでございますよそうだ、確かにそうだ。ということで、しおちゃん本年もどうぞよろしくお願いいたします。リクエスト、うん、マーヴィン・ゲイのマシマシミお願いしますということでお届けしたいと思います。いや、なんか今日はちょっと大変だぞ。なんか本当にメールがいっぱい。どんどん行きたいと思います。リクエストかけらなくてごめんね。プリン2号さんです。部員番号8番、プリン2号です。札幌、今日も快晴で真冬なのにそんなに寒くないです。雪も少ないし変な感じです。警察エピソードですね。うん、夫がお世話になったことがあります夫あ、これあれでダジャレじゃなくて、スピード違反でパトカーから逃げて捕まり、あ、逃げちゃダメだろう、ものすごい高い違反金を払いました。やっとまともになりましたが、若い頃はアホの塊が服を着てましたいや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 、逃げたらあかんではねえ。いやいやいや、そっか。でリクエスト、中森明菜の飾りじゃないのよ涙はいただいたんですけど、また今度ね、ごめんね。いやいや、そっか、ちょっとヘビなの来たぞ大丈夫かびっくりしたね、これはね。そして六花ひご、ありがとう。みこぼ部長、先輩部員の皆様、チワス、本年もよろしくお願い申し上げます。20数年前、職場の飲み会で深夜酒だな、深夜3次会まで参加したのを覚えているのですが、突然正気に戻った時、おまわりさん2人に挟まれ、交番の椅子に座ってました。駅のロータリーを無遊病者のようにぐるぐる周回しているのを通報されたようでおまわりさんによると、ずっと俺って誰だよとブツブツ言ってたとのこと。やばい、これもうびっくりして平謝り指導士でした。うん、指導士でした。後で職場の人に聞いたら、3次会の途中でお前が消えたかなと言われました全くもってお恥ずかしい限りです。危ないぞこれは。いや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 ね、すごいね、やるね、なかなかね、お酒の話はねありますね、皆さんやっぱりね、すごいね。ミカボ部長、スタッフ、リスナーの皆さん、今年もよろしくお願いします。部長、昨日は某所へようこそ。あ、ラジオネームゴロッチさんです。ありがとうございます。さて、警察のお世話になったことは多々ありますが、多々あるんだ今日はほっこりエピソードで、昨年の1月、父は家で呼吸が停止し、病院に運ばれて死亡が確認されました。うん、病院に運ばれたけど家で亡くなった扱いになるため、警察から刑事さんがやってきて検視をするということに。あ、そうなんですよね。これ本当に偶然ですが、やってきた刑事さんが知っている方だったんです。うん、霊安室にやってくるなり、私の顔を見てびっくりされ、その後すごくソフトに母とも弟とも接していただき、父の遺体もすごく丁寧に扱ってくれたのです。父もまさか死んでから警察のお世話になるとは思ってなかったんじゃないかな。翌日には検視も終わり、寝台車でセレモニーホールへと向かいましたが、警察の皆さんは本当にお世話になりました。では今年もお邪魔しますが、よろしくお願いします。ありがとうございます、ゴロチさん。そうか、そうなんでね、あれ自宅で亡くなっちゃうとあれなんですよね。検視、なんか変死扱いになっちゃうんだよね。だからなんかあっちゃいけないからっつってね、そういう風に調べられちゃうんですよね。そうか、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。さて、ちょっと待ってね。岩月のたっちゃん、あれ？旧姓ノートのたっちゃん、あれ？名前変わった？変わってたね、そういえばね、ツイッターね。部長、部員の皆さん、こんばんはジャパン。こんばんはジャパン。部員番号902の岩月のたっちゃんです。旧姓ノートのたっちゃんです。自分は初めて、これ何、パワー西原台乗ったのは、パワーに、何これ、パトカーじゃなくて中学生の時でした。その頃から警察に目をつけられてました。何かあるたびに家に来てました。でも自分は人殺しと薬以外は全てやってきました。こら危ないなあ。待ってちょっとドキドキしたよ。うんねえ、まあ、この2つとはよくないよそっかちょっとギリギリラインだね。でリクエスト、シンディ・ローパー、ね、ガール・ジャスト・ワン・ハブ・ハンお届けします。さあ後半に行きます、三河坊兄貴、葛飾関係者の皆さん、全国からお集まりのおもろい部員の皆さん、明けましておめでとうございます。もう姫始めは済ませましたか。来たぞ神戸のドテピーです。ドテピーちょっといきなりかい、いきなり全開だね。去年の終わりにいやドテピーはドテピーらしく言ってくれなんて余計なこと言っちゃったね。テーマ警察絡みですよね。兄貴スピード違反かなんかで捕まったんですか。捕まってないわ僕は今まで中勤スピード違反いろいろ捕まりましたが、一番印象に残っていることがあります。高校生の頃、免許取ってすぐに親の車を借りて大阪までドライブデートしたんです、動物園行ってご飯食べて、さあホテル入ろうとホテルを物色してたら、もう下半身はギンギン、そして入ろうと思ったら職務質問されて初心者マークを貼ってなくて捕まり切符切られたんです。かっこ悪いなこれ免許取り立てて点数ないですやめっちゃテンション下がって、どうせ捕まるなら終わってからにしてくれと思いましたわその後もうホテル行かんと帰りましたわ。ホテル街で捕まってめっちゃかっこ悪かったですそうか、これ強烈だな。でリクエスト下田一郎ラブホテル、もしくは殿様キングス涙のミサオこの次ねありがとうございます。とてぴ今年も全開でよろしくお願いします。もうねそうかな、年明け早々来たねありがとうございます。カレーパンちゃん、三河部長、部員の皆様こんばんは。明けましたのでおめでとうございます。あ、これいいね今年もよろしくお願いします。おかげさまで今まで警察に厄介になることは一度もありませんでした。落とし物をして警察にいたことぐらいですかね。捕まったとか連れて行かれたとかのエピソードなくてすいません。いやない方がいいよこれねえみんなない方がいいんですよね。でリクエスト若いおまわりさんだったんですが、また今度ちょっと今度結構古いものリクエスト的なのやろうねありがとうございます。いろいろ考えてるんだよね。先週去年も言ったけども、松田聖子特集をやろうとかね、でまたもう一回フォークソングやりたいなとかいろいろ考えてますのでよろしくお願いします。ラジオネーム親島、三河部長、葛飾 FM の皆さん、全国軽音部員の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。この年末年始は関西で列車を見てきた部員番号801000の親島です。ハローキティの新幹線やハローキティの関空快速を見て、おーそうなんだ、親子で興奮していました。とどめは南海のラピートもかっこよすぎです。部長は乗ったことありますか。あんまりなそっち方面行ったことない。さて今日の課題、警察エピソードですが、警察官が我が家に来て、警察官採用試験の願書を持ってきたから試験を受ける受けないはともかく受け取ってくれと尋ねてきたことがありました。はっ何それ。その日私は軽微な違反、ノーヘルガニ股でゲンチャリに乗っていって捕まりました押してしまい、素直に青切符を切られました。その時反抗もせずに素直に応じていた姿がとても印象に残ったらしく、警察官になってもらいたいと思ったみたいです。そういうことかよ。私が警察官になったら横柄な態度になりそうだと悟ったので試験は受けませんでしたそうか。あ、年賀状こちらこそありがとうございましたね。でリクエスト悲しい色やねだったんだけども、親島また今度ありがとうございます。また今度です。いやーそうかね。警察官といえばテーマ、警察エピソード、すーちゃん、自分が群馬県警に内定した話は以前したのですが、なんかこういう人多いね。私一切そういうことなかったんだけども、府警さんを泣かせた話はさすがに NG になりそうなのでこれはミカボーパイセンと一緒に飲ませてもらう時にでもやばいやつ来たぞここにも。そんなわけで群馬県警に内定をもらった私ですが、入社してすぐに寮生活をしなきゃいけなかったことと、入寮したら毎日朝6時に起きて早朝マラソンをしなきゃならないものもあり、陸上部だったくせにヘタレだったのもあり内定を断ったのですが、無事に府警になって元暴走族だった夫を検挙したかったなと思っています俺当時かっこよかったから須田君は絶対に見逃してくれたと思うなどとふざけたことを抜かしているので、きっちり検挙して二度と悪さしないようお仕置きしたかったです 笑う。なんか年明け早々のろけみたいになっちゃいました。こんな私ですが今年もよろしくお願いします。いやいやこちらこそよろしくお願いしますでね、リクエスト、頭脳警察銃を取れ頭脳警察はさすがにスタジオにはないで、うちにあったんだけどこの曲がなかった。また今度ね、すーちゃんありがとうございますね。そうか、いやいろいろあるね、みんなねいろいろやっておりますね。部長 V の皆様、今年もよろしくお願いします。 V マンゴー91番サラでございます。サラちゃんです。あれはまだ私がガラケーを使っていた頃のこと、深夜2時ごろ、突然知らない番号から15分おきに合計10回の着信がありました。ただの間違い電話だと思っていたのですが、翌日某警察署から電話があり、〇〇という男知ってるか、いつからこの電話を使ってるのかと、まさかの事情聴取がスタート。はあ、私は質問攻めに遭い怖くなって泣きながら訳を尋ねると、実はこの電話番号は麻薬の密売組織が使っていた番号であること、へえ、昨夜ガサ入れがあったこと等を聞かされました。その携帯はいろんなメーカーを取り扱う携帯ショップで購入していたのですが、そういうショップにはやばい番号が紛れているので、必ず専門ショップに行ってすぐに携帯を買いなさいと警察の方からアドバイスをされ、電話を切りました。すごいねこれね。ねえ、なかなかないよこういうことは。前日の電話はもしかしたら仲間から逃げろという知らせだったのか、いやー果たしてあの警察官は本物だったのか、今でも謎です。うわこれすごいね、サラちゃんのね。いや怖いね、そういうのもあるんだね。番号が結構もう回っちゃってるからね。でリクエスト、おこれは懐かしいね、石川秀美、 Hey Mr. ポリスマンお届けしたいと思います。さあ懐かしい曲がかかりましたね。この辺は来るかなとは思ったんだけどね。ミカ部長、全国の部員の皆さんこんばんは、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。始まりました2020年第1回目の軽音部のラジカセ。1回目の課題は110番長い人生では何度かお世話になった110番、もちろん犯罪ではありませんが、日頃は意識はしないが、誰もがほとんど生活面で関係している110番、壁ありの亀さんです。ありがとうございます。実は昨年の3月末に初めての体験をしました。ちょうどKラジの新入部員として初リクエストした直後でした。埼玉県の警察から電話があり、埼玉県に住む義弟、義理の弟さんが死亡していたと謎めいた内容でした。利根川の河川敷で車の中で倒れているところを発見されたので、事件性を調査していたが病死と断定した。そこで、電話帳から片っ端に電話をして身内を探しているとのことでした。で弟さんは独身だったそうです。北海道に住む義兄お兄さんねと相談し、遺体を引き取り火葬し、駆けつけた義兄に引き渡しました。発見から2週間が経過していました。警察ドラマで時々目にする慰安室での対面をしたのも初体験でした。これまでの人生の中で一番大きな警察との関わり体験でした。そうか、お清め話として今日1月10日は私の母の誕生日です。あ、おめでとうございます。92歳、お元気ですね。元気でもっと長生きしてほしいと思っています。お元気ですね、本当にね。では三河部長、全国の部員の皆さん、今年もよろしくお願いしますというね、亀有の亀さんです。ありがとうございます。いやー、お母さん元気ですね。そのね、事件性がない件の話はまた別として、お母さんの方、ね、お清め話のお母さんね、92歳か。でも今の80歳90歳お元気ですよね、皆さんね、本当にね。うちのおばも、うちのおばがもう去年亡くなったんですけども、87歳。うちも女性の方が長生きですね、やっぱりね、元気でそんなこと言ったらあれなんだけどね。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ、これドラちゃんリクエストね、早間ツイスト、クレイジーケンバンドはちょっと年代が若すぎるね。もっと古いのにして、ミカボンの姉さん、スタッフの皆さん、日本列島 K-ON-V の信者の皆さん、明けましておめでとうございます。今回のお題は警察にお世話になった話ですが、ここに書き込むとバンの恐れがあるのでリクエストだけさせてもらいます。そういうことか、ごめんねドラちゃんね。バンの恐れがある。みんな大丈夫か大丈夫か、危ないな。それから朝焼酎、本年もよろしくお願いいたしまちゅ110番の日ということで、妻と交際時のお話です。交際の時のお話ですが、近所の酒屋さんへ当時飼っていた子猫を抱っこして買い物に行ったんですが、タイミング悪く散歩中の大型犬に出くわし、びっくりして腕の中から飛び出し、猫ちゃんが住宅の隙間に逃げ込んでしまいました。そのお宅の了承を得て敷地内に入れていただき、にゃんこの居場所が分かったのですが、そのお宅の隣にある銭湯の縁の下でうずくまっていました。何度呼んでも出てきませんでした。その姿が通行人から不審者と思われいつの間にか通報され、なんと背後から動くなとの声が。慌てて振り返ると警官2人が近づいてきました。どうやら覗き放火犯の疑いをかけられておりましたすぐに誤解は解け、にゃんこも確保できました。めでたしめでたし朝焼酎そうかね、銭湯なのがいけなかったね、これはねありがとうございます。今年もよろしくお願いします。いやー、そうか。ラジオネーム SS109、 美香さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ところで今日のテーマですが、自分は元陸自で、あ、そうなんだ、あ、そうだっけ、普段着も野戦服です。以前は全く問題はなかったんですが、911以降なんか変わったみたいですね。たまに都内へ出かけるんですが、ほぼ9割ぐらい職務質問を受けるようになりましたそうなんだ。最多だったのはラジオ短波の公開放送を見に行った時ですかね。場所がアメリカ大使館の向かいだったので 4,5 回呼び止められました。しまいには私服の捜査官が当時ラジオ短波のある自転車会館ビルの中まで入ってきた時はビビりました。今も私服は迷彩服ばかりなので、都内へ出かける時は少し緊張しますこれは危ない。そうか。でも私もジャンバーのこう横須賀とかでさ、こう買う、こうパッチを貼ってるジャンバーをよく着てるんですけども、よく自分で戦闘服って言ってるんですけども、ネイビーのこうね、パッチのくっついてる服を着てるんですよ。それでね、そのパッチがなんつうんだろう、本物というか実際にあるものならいいんだけども、結構パロディのものだったりとかして、で背中になんていうの、こうイランとかのさ、そういうのをさ、こうね、ちょっといじっちゃったようなさのがあるのよ。そういうのをさ、私は貼ってないんだけど、そういうのを貼ってると結構ね、アメ横とかドキドキする、そういうことがあります。だからちょっとね、こう迷彩的なものは結構ね緊張するよね、着てると ね緊張するんですよね、すっごく気持ちわかりますねえ、あ、びっくりした。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。さあどんどん行こうね。トラック山ちゃん、令和2年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ一つよろしくお願いいたします。ファンキー三河部長さん、面白いエロリンコ、KOV の皆さん、コナさん、民番は今宵も月のように人の迷惑帰り水やってきました。便番号795番のはい、トラック山ちゃんですよ。おまっとさんでした今宵のメッセージテーマですが、おまわりさんネタでありますね。初めてパトカーに乗ったのが小学3年生の時に、隣町のガキと喧嘩してあまりにも大事だったのでおまわりさんを呼ばれて、主犯格のお兄ちゃんたちはうまく逃げ出すことができましたが、なぜか自分が主犯格かと間違えられ、パトカーに引っ張って乗せられて府中警察でこっぴどく叱られるという恥をかいてしまいました。それから何かあると自分がマークされるような感じになりました。今でもパトカーが近くを通るとドキッとしますよ。桑原いやドキッと何もしてなきゃ大丈夫だよいやーねー、本当にありがとうございます。でリクエストこの後かけます。はい、リクエストもあってね、同じ曲のリクエストをしている人たちをどんどん読んでいきたいと思います。ピンクちゃん、大好きなみかぼう様、今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、警察のエピソード。高校生の頃、冬の夜真っ暗な公園の駐車場に車を止めた年上の彼と車の中で2人星空を見てドキドキしていたら、コン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 窓を叩かれ、懐中電灯を照らされ、もしもし君たち帰りなさい2人を引き裂く声がして邪魔をされました。私たちこれからいいところだったのに、という経験がありますありがとうございます。あの曲のリクエストです。はいなんかすごいちょっとドテピっぽい話でありがとうございます。明けましておめでとうございます。新年早々山田うどん以外の貢ぎ物を催促され、正月太りした部長を立石で見つけられるのだろうかなんだよそれ。東京市のマンボウです。警察一昨年のこと、警察24条を見てゼブラストップ運動している千葉県警、はははと高をくくってたら、その週末初めて捕まってしまいました。まんまとはめられた感が強いけど、プライベートジェットもないので酒代が罰金に、みんな右折左折にかかわらずゼブラの前では絶対止まろうねということで、リクエストペッパー警部、ピンクレディー、リサイクルなハード○○で見つけたビューティーペアのバンババンっていうレコードを買ったら、なぜかピンクレディのそのシートが入ってた、お宝なのかとドキドキでした、という闘牛士のマンボです。今年は空き地復活をお願いしますってありがとうございます。ということでリクエストお届けしたいと思います。3人のリクエストね、お届けしたいと思います。今さメール見てたらさ、ジャックカイリーダーさんから今日も聞いてるっていうメールいただいてます。ありがとうございます。今さメール見てたらさ、朝焼酎からメールが来てて、部長からの年賀状が届いてない。私さ今年さやらかしちゃったんだね。出しちゃいけないところに出しちゃって、出さなきゃいけないところに出してなかったのの原因が分かった。朝焼酎とただ中間違いやつ、ただ中朝焼酎に出そうとしてただ中に出しちゃったというね。後でお詫びしますいややらかしたなこれは、ごめんなさい。三河部長、ハローハロー、86番の高子よ高子よ、 K ラジ放送時は京都から東京に向かっている新幹線の中だと思うわ、うふふ。警察のエピソード。去年の8月の祭りの後、若い種の不祥事で祭礼筆頭役員として警察署に呼ばれ、取調べ室で供述調書を取られたり、数回にわたり刑事課長に絞られっぱなしの高子なのよ。まだこれ続いてるんだ。今月中にはケリをつけるわ。高校卒業時に県警の試験に受かったけど別の道を選んだ高子何が正解かは神の御手を知るところよね、キャハ。そんな高子、車で都内を走っててパトカーに止められ2回、銀座を歩いててすきや橋交差点の警察官に1回、地元で昼間自転車で走っててパトカーに追いかけられて1回の職質歴多いな善良な市民をどんな目で見てるのかしらね。見る目がないたらありゃしないわ、失礼な話よね、というね高子ちゃんです。ありがとうございますそうなんだ。でリクエストこれエンディングにかけます。ありがとうございます。片付くといいね、今月中にね。美香さん、皆さんこんばんは。今年もよろしくお願いします。さて、お題の110番の日にちなんでですが、幼き頃の思い出は、父親が仲の良かったとある機動隊の隊長さんがパトカーでうちにお茶を飲みに来たりしてました。あとは私が車にて丸川さんからの帰り道、千住大橋上でパトカーに止められ、5人くらいの警察官に囲まれたとか。ああ、ナンバープレートライトが切れていたため止められたんですが、その横を美香さんが乗った車が通り過ぎたという、そういうことあった。言えるのはこんな感じですかね。皆さんも言えないことの方が多いと思いますがということで、リクエストクールスの曲お願いします。タチさんがいる時のというね、クーさんです。ありがとうございます。いやー、そうか、そんなことあったね。ということで、クールスじゃないんだけども、タチさんの曲、たかごちゃんがリクエストいただいたタチヒロシさんの曲、これをエンディングにしたいと思います。ちょっとまだ書けないよ。来週ですが、1月17日ね、これは25年前に阪神・淡路大震災のあった日なんですけども、まあ、その話は置いといて、この日は、ドクタースランプあられちゃんののり巻きせんべいさんの誕生日、ね、それを見つけちゃったの、私は。それから宇宙戦艦ヤマトのスターシャの妹サーシャの、命日ということをね、はって最後の方で見つけてしまって、なので、昭和のアニソンでいこうと思います。はい、ツイッターの DM とかブログのメールフォームから、ちょっと曲書いてってくれるとちょっと嬉しいそんな感じで来週はお届けしようと思います。昭和のアニソンということでお待ちしております。さあ、エンディングですが、まだエンディングに早いエンディングですが、たかこちゃんのリクエスト、そしてクーさんの好きな舘ひろしさんの、クールスじゃないけどもリクエストということで、これはドラマの曲だよね。舘ひろしさんの冷たい太陽聞きながらエンディングにしたいと思います。今年もよろしくお願いします。それではまた来週金曜日の6時に軽音部でお会いしましょう。さようなら。